ただいまから令和3年度学校法人京都産業大学鷺田ユース基金卒業生顕彰式を挙行いたします。それでは開会にあたり学校法人京都産業大学理事長大城輝正からご挨拶を申し上げます。大城理事長よろしくお願いいたします。本法人は6年前の大学創立50周年を記念して寄付を募り鷺田ユース基金を創設いたしました。その基金の一部でもって卒業生等の顕彰制度、すなわち国の内外を問わず社会の諸分野において活躍され社会的貢献を果たし顕著な業績を上げ本学の名声を高めた卒業生を対象に顕彰することにいたしました。本日第3回の顕彰を行う運びになり1名の方を選ばせていただきここに謹んで荒木豊島賞を授与する次第であります。荒賀道場所属全日本空手道連盟理事本学空手道部コーチ荒賀龍太郎氏。荒賀氏は東京2020オリンピック競技大会空手男子組手75キロ超級で銅メダルを獲得し日本人で唯一空手競技組手でのオリンピックメダリストとなる素晴らしい功績を挙げられました。また全日本空手道連盟の理事にご就任されるなどこれからますますの活躍が大いに期待される人材でこの顕彰制度創設初の荒木豊島賞を授与することになりました。本学 OB OG にはまだまだスポーツ、文化、学術、その他多くの分野において活躍されている方が大勢いらっしゃいます。来年度以降も引き続き検証してまいりたいと考えております。なお検証記念としてお送りします盾は本学文化学部教授でありこの度令和3年度の現代の名工として表彰されました京真恵氏として著名な下出雄太郎先生の作で主は本学保健管理センター事務長であり書道部 OB 現代書道部相談役の坂上茂さんによるものです。お二人には深く感謝申し上げます。卒業生である荒賀氏の素晴らしい功績を称え本日顕彰式を挙行できますことは理事長といたしましても大変に光栄に思います。おめでとうございます。大変名誉ある賞をいただいて本当に感謝しています。そして、この荒木豊島賞の、第一人者として選んでいただき、光栄だと思うと同時に重みに責任を感じています。この賞をいただくことができましたのは、本当に私一人の力ではなくて、大学の津山師範をはじめ、多くの方にご指導やまた応援をしていただき、京都産業大学にも、たくさんサポートをしていただいたおかげで、今の私がいると思っているので本当に感謝しています。大学に入ってから京都産業大学の空手道部の団体戦で日本一になるということが目標でやってきていて、1年生の頃からその大会で決勝の舞台までは行くことができていたんですけど、決勝でいつも近畿大学に負けていたり、他校に負けていたりしたので、自分の代の時にはキャプテンになってどうしても優勝したいという強い気持ちを持って、クラブ活動にも励んで学生 同級生であったり後輩であったり本当にミーティングもたくさんして、その結果優勝することができて、目標であった今日本一になることができて本当に嬉しく思ったっていうところが学生の思い出になってます。まず自分が現役の時に、オリンピックに空手がオリンピックに入るとは思っていなかったので、まずオリンピックを
自分が現役の時に目指せる可能性があるってなった時は大変嬉しく思いましたし、やっぱり小さい頃からの夢の舞台でもあったので、本当に決まった時は今までにないぐらい幸せな気持ちでした。そうですね、本当に表彰台に立った時っていうのは、自分の力でここまで来たんじゃなくて、やっぱりこう周りの方々に支えられたり応援していただいたりしたおかげで、表彰台の舞台に立つことができたんだなっていうのをこう改めて感じさせてくれた舞台でしたし、大会でした。学生生活というのはやっぱり人生の中で貴重な4年間だと思うので、やっぱりしっかりとこう夢や目標を持って、それに向かってコツコツと努力していってほしいなと思います。自分のこのできることにエネルギーを使って頑張っていってほしいなと思いますし、努力は裏切らないという言葉がありますが、私もこの言葉はもうその通りだなと思っていて、結果がどうであれ、この努力した過程っていうのがやっぱり自分のこれからの人生に必ず役に立ってくると思うので、自分自身がこの努力を裏切ってしまわないように、一日一日を大切にしながら頑張っていってほしいなと思います。